フリーブレイズは10シーズン戦いました。もちろんアジアリーグでの優勝、そして全日本選手権での優勝もありました。この八戸はもともとホッケーが普及していた地域にこう初めてトップリーグのチームができて、本当に選手の皆さんは試合も全力で戦って勝利を目指して素晴らしいプレーを見せてくれるのもそうですし、本当に地域貢献活動は設立当初から本当に力を入れていて、すごくこうリーブレイズっていうものが八戸に根付いてきてるなって感じるんですが、こうした10年経ってみて、こう監督どう感じますか？そうですね。あっという間っていう感じもするんですけ確かに。ど、我々の活動として少しでも地域の、特に子どもたちが、アイスホッケーを始める、きっかけを作ったりとか、アイスホッケーを楽しいスポーツだって見続けるきっかけを作ったりとか、本当にアイスホッケー知らない人たちがフリーブレイズの活動でアイスホッケーを知っていただいたりとか、そういうことを10年間、やってきたと思うんですけども、本当にそういう活動をやってきたこそ、今そのフリーブレイズの、ファンベースですかが、あまりぶれないっていうんですかね、昨シーズン10連敗してもたくさんお客さん来ていただいて非常にありがたいんですけども、そういうただ氷の上での価値だけを、でしか表現できなかったら、やはりその勝ち負けでかなり観客動員数も、かあのか変化あると思いますので、そうではなくて、勝ち負けも多少あると思うんですけど、ただ地域の方々との絆を作れたっていうのがこの10年間、一番大きい、と思いますので、本当にやっと前に進め始めた、感じがしますので、さらなるスピードで次の10年間はもっと拡大して、もっとフリーブレイズの、存在意義を表現できるように、活動していきたいなというふうに、思っています。フリービレイズジュニアも本当に頑張ってますし、本当にフリービレイズ見てホッケー始めて、ホッケー頑張ってフリーブレイズに入りましたっていう選手が出てくるのももうそう遠い話ではなくなってきたように感じますね。そうですね。実際、古川俊もフリーブレイズが開催したキーパースクール、中学生の時に、参加していただいて、っていう、僕も記憶があるので、やっぱり嬉しいですよね。で、本当に地元に、そういう貢献、ができて非常に、嬉しいですし、ただもっともっとアイスホッケーのやる環境、始めれる環境を身近にしていきたいなっていうふうに思っていますね。ファンの皆さんのお話もありましたけれども、本当に監督おっしゃったように、1回目単独優勝をこのニーダリンクでやって、でその次の年は結構苦しいシーズンで、でこうおっしゃる通りその成績に比例してではないですがっていうところがありましたけれども、本当にフリーブレイズのファンの方は苦しい状況でも最後まで応援してくださいますし、すごく一体となって戦ってくださいますよね。いや、もう最高なファンで、で、なんていうんですかね、我々がプレーしてるところも応援のもちろん、していただいてるんですけど、でもいろんな活動もファンも一緒に後押しして、いただいてるので、本当にファンと
ファンの皆さんと一緒にこう地域をこうもっと活性化して、うん、で、もっとこう楽しいこう、まあ、空間をこう街でこう作れるように、うん、もっともっとしていきたいなっていうふうには思ってます、ねうん、本当にねフリーブレイズ見てホッケー初めて見たっていう若い女性の方とかすごく多いですよね。あ、そうなんですか。うん、だから、まあ、自分の息子もこうジュニアでこうホッケー始めてる中で、うん、そうですね、子供たちはフリーブレイズの、うん、試合見てホッケー始めたっていう子は結構いるんですよね。うん、だから本当にそういう意味ではすごい嬉しいですし、で、まあ、我々としてもそのホッケーやってない子どもたちをこうたくさんホッケー始めれるような、うん、こうようにしていきたいと思いますし、で逆にこう、まあ、大人になってからでもこう気軽にホッケーをこう始めれるような、うん、環境も作りたいので、なんかこう子供から、まあ、大人までこう、うん、もっともっとこうその、遊びでホッケー、うんうんうん、楽しくホッケーできるような、もう八戸は、うん、もうみんなホッケー楽しくやってるっていうような、まあ、まあ、街づくりができたら最高だと思いますね。うん、僕もフリーブレイズがかっこよくて素人ホッケーを始めてしまった人間で結構そういう大人の方も多いですからね。はい、そうした子どもたちもそうですし、そんな方たちにもね、アイスホッケーを近づけていっていただきたいなと思います。まあ、そのチームとしてのその今後10年次の10年の取り組みもそうですし、フリーブレイズの、まあ、チームですよね、主軸選手もちょっとずつこう年を重ねてきて、今後またそういう環境がいろいろアジアリーグ変わっていく中でにおいてのこうフリーブレイズの今後のチーム作りってどんなことを考えてらっしゃいますか。そうですね、まあ、一番こうインパクトあるのは、まあ、アリーナがフラット八戸が2020年、うん、3月にオープンする予定ですので、はい、まあ、そのアジアリーグのこうチームでこう自分たちのリンクをこう持ってるっていうチームはいないので、そうですね、はい、まあ、そういう意味ではこう、まあ、いろんなこう活動、まあ、アリーナを使ってこうアイスホッケーの普及にこう大きなこうインパクトを残せれるようにしていきたいと、思いますので、うん、まあ、そこが自分たちの、まあ、大きな責任なのかなっていう、うん、逆にこうアリーナを持つことによって、まあ、変な話八戸でこうできなかったら、うん、多分どこでもできないと思うんですよね。で、まあ、こういう京都八戸っていう、 こう基盤が、うん、できてますので、まあ、そこで、まあ、連盟と市と、一緒になってこう、まあ、本当に京都って言われるような、活動をして、たくさんの、方々にこう氷のスポーツ、を、楽しんでもらえるような環境を作っていきたいですね。本当にクロススポーツマーケティングさんが手掛けるフラットアリーナ、うん、フラット八戸、まあ、音響とか照明とかも今までこうできなかったことができるようにも演出になるでしょうし、よりこうアイスホッケーの魅力が発信できる、まあ、中核施設になりそうですね。そうですね、まあ、そこをしっかり武器にして、うん、はい、まあ、我々のやるべきことを、まあ、拡大して、いきたいと思います。はい、楽しみです。さあ、ではファンの皆さんも、まあ、選手とともに今シーズン悔しい思いをしましたが、その分来季こそという思いがあるかと思いますので、ぜひ栗さんからファンの皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、2018-19 シーズンは、不具合ない、成績で、大変申し訳ございませんでした。まあ、この悔しさを、しっかり、バネにして、11年目、うん、なんとかこの10年間のフリーブレイズの歴史を、積み重ねてきたものを、
しっかりチームとして発揮できるように、戦って、まいりますので、まあ、本当に氷の上でもしっかり、結果残し、で地域アイスホッケー界のためにも、いろんな活動をして、みんながこうアイスホッケーを好きになってハッピーになれるような、シーズンに、来季をしていきたいと思いますので、まだちょっと時間はありますけども、また、リンクでお会いできるのを、楽しみにしてます。はい、来シーズン楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、今週の週刊フリーブレイズ、若林クリス監督に伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。